アンツライクマーは、エストニアの画家である。現在のエストニアのラプラ県の村、レイストの農家に生まれた。画家になることを目指し、タリンの画家に1ヶ月ほど学んだ後、サンクトペテルブルクの帝国美術アカデミーを受験するが、技術不足で入学できず、エストニアに戻り、兵役に着いた。退役した後、再び帝国美術アカデミーの試験に失敗したが、冬の間、 サンクトペテルブルクに泊まり、エストニア出身の教授、ユリウス・フォンクレーファーの指導を受け、美術作品を見るために、美術館を訪れた。自らの作品を、デュッセルドルフ美術アカデミーのエドアルト・フォン・ゲープハルトに送って、入学の許可を得て、1891年秋に、6週間かけて、ヨーロッパの風景の中を旅して、デュッセルドルフに移った。百九十二年から、 デュッセルドルフ美術アカデミーで学び始めたが、1893年に父親の病気のため一旦帰国するなどの中断はあるが1897年まで学び、その後デュッセルドルフで肖像画家として2年ほど働いた。1900年にパリに移り、パリからミュンヘンへの徒歩の旅をした後、エストニアに帰国した。1901年春にエストニアで個展を開いた後、 しばらく田舎で作品の制作を行った。1903年春にタリンに美術学校を開いた。学生は数週間で20人ほどに増え、その年の末には学生たちの展覧会を開いた。1906年にはタルトでエストニアやサンクトペテルブルクで活躍する画家の作品を集め、エストニア美術をレビューする美術展を開催した。 1907年にエストニア美術協会や美術家協会と恋愛関係にあり、彼女の肖像画を残した。1907年から1909年の間はフィンランドに滞在し、風景画も描くようになり、その後ヨーロッパの各地やイタリアのカプリシマ、チュニジアにも滞在した。1913年にエストニアに戻り、美術学校を再開した。1927年に、 モデルの女性との間に子供が生まれたが結婚しなかった。1932年にレーネ県の大風呂にロンに移り農園を開きそこで死去した。ありがとうございます。